そして、ビジョンが移り変わりましたね。今日は北海道日本ハムファイターズマスコット、フレップにも来ていただきました。フレップようこそ、リング球場へ。またキツネのフレップですね。初めて生でお会いしますけど、かっこいいですね。いやー、リング球場に来たね、ファイターズファンの皆さんも、フレップに会えるのを楽しみにしてたと思いますので、大いにパフォーマンスで盛り上げてください。よろしくお願いします。フレップは今日の試合と明日の試合も登場してくれます。さて本日の試合はスーパーカラービジョンでもご紹介しておりますが、マイナビデーでお送りしていきます。マイナビは、昨年8月に50周年を迎えました。一人一人の可能性と向き合い、未来が見える世界を作るをパーパスに掲げて、2008年より東京ヤクルトスワローズをサポートしていただいております。今後もスワローズとスワローズファンの皆さんをはじめ、夢や目標に向かって頑張る全ての人たちを応援してまいります。また本日の始球式では、女子プロサッカーリーグ WE リーグで活躍しますマイナビ仙台レディース背番号5ディフェンダー国武愛美選手に務めていただきます。皆さんどうぞお楽しみに。また4回の裏終了後にはマイナビドリーム抽選会を行いますよ。入場ゲートで先着1万名様にお配りしましたマイナビデーのチラシ、こちらが対象となります。マイナビデーのチラシをお持ちの皆さん、大切にお持ちくださいね。4回の裏終了後にマイナビドリーム抽選会を行います。本日はマイナビデーで一緒に楽しんでいきましょう。さあ、それでは続いてはこちらのコーナーです。スワローズインフォメーション。はい、今日もスワローズインフォメーションを届けてくれるのはファッションのブルーナ、お願いします。